寸止め空手とも呼ばれる空手道の世界、空手道選手権における組手自愛寸止めとは、空手や格闘技などにおいて、直接打撃せずに寸前で止める、もしくはダメージを与えない程度に当てること。多くの団体では事実上校舎が中心となっている。すなわち、当てたとは接触の有無に関わらず、一般にダメージの軽減がなされていない打撃のことを指す。 伝統測ら手の場合、深くまでつかない、すぐに引きを取るなどでダメージの軽減を図っている。この点、極めが必要とされることから、あからさまに力を抜いた攻撃ではポイントにならない。伝統測ら手など競技によっては、寸止めルールを採用しているものがある。攻撃は寸止めで行い、実際に相手に攻撃を当てた場合、または制御できていない場合は反則となる。ただし、 上術の通り相手をぎょっとさせるほどの極めすなわち力の集約がなければならない。寸止めルールは当てた当てないで揉めて反則になることも多々あるので相手の気づかない方向からの極めも考慮する必要がある。その点では防具ルールと違い素人目には分かりがたいところがある。また、寸止めルールとは言っても実際には相手に攻撃が当たっている場合も多いが これも素人目には分かりがたいことがある。このため、審判には高い能力が求められることになる。伝統っての場合、防具を着用して行われる場合でもスンドメルールが適用され、防具付きっての直接打撃を受け止めるための防具とは、明確に区別して、万が一当たった場合の負傷を軽減するための安全具として用いられる。スンドメルールの防具は、主に頭部、 胴体、拳に着用するものが使われ、さらに拳を保護する防具は赤、青の2種類が用意されるなど、審判が判定を容易にするよう配慮されている。ただし、実際の試合では、攻撃が当たっていることもあり、しかも、それが反則にならず、ポイントとされることもある。また、それによって選手が怪我をすることもある。特に試合のカテゴリーを、有段者、 弾外者という階層に分けている場合、初心者からある程度習熟したものまで等しく対戦する弾外者の試合では十分な寸止めができず相手選手が怪我をすることがある。また十分な習熟がなされ攻撃を制御できる有弾者の試合でも打撃自体の重さや狙いの正確さ等が向上しているため、特にカウンターなどを狙った場合に弾外者の試合より 危険な骨折や失神を伴う場合もあり、その場合は、寸止めルールのため負傷した選手が勝ち上がり、負傷させた選手が反則負けになるなど、矛盾点も指摘されている。寸止めルールにおける防具は、試合規定の通り寸止めが、前提条件で、1万1攻撃が当たってしまった場合における安全性を考慮したものであり、攻撃を受け止めるためのものではない。そのため、 防具を着用しているからといって、当てて良いというものではなく、防具の上から攻撃を受ければ、簡易な防具のためにその材質上強度が弱く怪我をすることがある。また防具付き空手で使用される、後ろ回し蹴りや、螺旋手型な打ちなどの技は、遠心力を利用しているために途中で止めることが困難な上、その威力が大きいため寸止めルールでは逆に相手を負傷させて、 反則負けとなるケースがあるため使われない。その点で伝統空手における防具は発展途上にあると考えることができ、審判制度の判定の明確化と安全性に関して一層の充実が求められる。プロレスにおいても寸止めは応用されており、工業として試合を進行していく上で、相手に必要以上のダメージを与えてしまうと、試合の進行が困難になり、場合によっては、 試合進行不能となる恐れもある。そのため、打撃に,においては、寸止めの技術が使用されたりする。ありがとうございます。